寂しくなるけど慣れたや踊店長、おはようございます。おはようございます。今日、車、これ何の車ですか？これは今日はバンラーレンタカーの GLA250 です、ね。うん、今日どこなんですか、これ今場所。今は五所川原まで来ましたね、八戸から。五所川原ってそもそもどこですか？青森の西側の方ですね。青森市を過ぎて。青森の こっち側の方。あ、そうです ね、こっち側ですね。なるほど、こっち側の方まで今来てます。来てるんですか？で、車で高速ですね、うん、八戸自動車道乗って道ノック自動車、ね、有料通るんですかね、を通ってきて、うん、今2時間ぐらいで五所川まで来たので、そんな車で来ても距離はないじゃないですか、ね。あ、2時間ぐらい。はい、なるほど。ここまでの道のりはどうでした？やっぱこの車はやっぱバナレンタカーで唯一の4輪駆動車なので、やっぱ安定した走りというか。ああ、なるほど。そうですね。なんか今道路悪いですね。なんでですか？道路、青森県道路悪いですよっていう話もよく聞くんですけど。聞くんですか？だから、そうですね、車もちょっと壊れやすいっていう話ちょびちょび聞くんですけど、まあそこはしょうがないんで。あ、そうですか。はい、ちょっと県に何か言った方がいいかもしれない。いや、僕が言える立場ではない。どうですか？店長、はい、今大体どの辺まで来たんですか？本当にもう、おうおう、ナビ、ナビですね。ナビです。それはこうか。おう、津軽市。津軽市で前見てもらえば。前見えるんですか？すんごい綺麗ですね、この道。素敵ですね。山に向かってる感じがある。あ、富士山じゃないですか？あれは静岡まで来たんですか今日？富士山じゃない。え、あれ富士山ですよ。あれ富士山じゃない。写真で見たことありますか、富士山？富士山な、学校で教わりましたよ。富士山こういう形だよって。あれ富士山ですよ。富士山じゃない。あれ、じゃあ教科書は嘘だったってことですか？教科書、似た山もあるかもしれないじゃないですか。教科書は富士山で、これは富士山じゃないです。いや、どう見ても富士山ですよ。なんかあの右側のところポコッと盛り上がってて、昔噴火した後だっていうふうになんか俺教科書で習った記憶ありますけど。ここ青森県なんで。あ、ここ青森、あ、そっか、青森か。青森県だ。富士山青森じゃなかったですね。富士山は青森じゃないです。日本は日本ですよね。日本は日本、うん。あ、書いてあった、書いてあった名前。お、出てきた。なんだろう、富士山。自分には富士山っていうふうにしか呼べないんだけど。これ富士山じゃない。小学校からやり直した方がいい。そうです。それ呼べなかった。あれ、え、富士山。いや、まあ富士山じゃない。まずこの辺まず向かってるんですね。そうですね。わかりました。ちょっとなんか信号機青のような気がするんですけど。さあ行くぞ。だ、め、あの店長、免許をそもそも持ってるんですっけ？免許は持ってる。免許持ってるんですか？持ってるんですか？さすがよ。なんかこれメロンロードって書いてありますよね。メロンロードってメロンいっぱいあるんですかね。どこがまだ今日何日でしたっけ？5月？5月今日は19です。19か。あ、19じゃまだメロンなってないですかね。メロンロードって書いてある。こんな、なんか何もないって大事、沼地の中というかね、地帯みたいな。これ日本海ですね、こっち、うん、女の子。ああ、なんかすごいですね、砂ぼこり。大丈夫ですか、この車？すぐ錆びないですか、こんな砂浴びて。そんな弱っちい車じゃないで大丈夫だ。弱くないですか？弱くない。だってあそこ錆び錆びです、ほらほら、建物とか、ほら、そこ壊れてるし。あんな風になっちゃないですか？僕がちゃんとケアするんで。あ、そうですか、はい、丁寧にケアするんで大丈夫。なんかイメージと全然違うんですけど、もっと木も何もない、なんか田んぼの中みたいとかイメージしたんですけど、これちょっとイメージと違くて、相当距離ありますもんね、この湿地帯とかね、こういう感じのが。なんかもう沼地とか湿地帯をイメージしてたんですけど、全然違いましたね。
沼はいっぱいね、こう、ナビ上見るといっぱい沼はあっちこっちにあるんですけど、沼なのか池なのかね。あ、海水浴場な、この後ピコって見えます水着持ってきました今日水着持ってないです。どうするんですか、裸で行くんですかパンツ一丁、パンツ一丁で行く、体張るしかないそうですあれ宇宙船ですか飛び立ちそうじゃないですか、くるくる回ってていや、あの速さでまだまだダメです、もう少し飛ばないですから、風強かったら飛んじゃったかもしれない。あれ宇宙船、これ何してるんですかこれこれ電気発電してるじゃないですか、これで、はい、あの自転車こぐで電気つくじゃないですか、電球とか、はい、あれあんな感じの最強バージョン、あでっかいやつ、でっかいやつ、あなるほど、頭いいっすね、これ店長作ったの店長作ったんじゃないですか、僕ではないです、誰作ったんですか、誰あでもすごいいっぱいありますよ、見れば見るほどすっげえ早く回ってるのもあるし、イメージ以上、うん、でも海は見えないですね、海の境のところにはね、木がちゃんとなんかなんていうんですかね、あれなんとかり忘れちゃいましたけど、暴風林だから忘れましたね、あ、沼も見えますね、ニンニクかな、ちっちゃいから全然わかんないですけど、まあ、分かる方はコメント欄にあまりにも偏僻なところで育ってたもんだから、何が野菜のこともわからないですね、道路に生えてる草は食べられそうかそうじゃないかぐらいわかるんですそれ以外分かる、あまりわからないの。今10分の1ぐらい移動したからです、あと9倍ぐらい行きました。ここが面白そうなんですよね、なんか、うん、どうなってる、うん、細い橋で渡れるよ、細いというかね、細い土地のところ橋が渡っていて渡れるようになってるので、ちょっとそこまで行ってみると楽しいと思います。そう、と店長思い出したんですけど、はい、津軽平野なんですね、ここ、はい、津軽平野の歌といえば何があれ津軽平野、店長は青春の頃、まあ今も青春かもしれないけど、青春の頃に流行ってた歌あるじゃないですか、津軽平野の、津軽平野ですか、千正雄かなんかの全然聞いたことない千正雄知らないですか、失礼です、聞いたことない、あ、千正雄知らないそうか、じゃあ津軽平野の歌は知らないんですか、きっとなんか店長を探してきっとかけてくれますかね、ここで、うん、こんな歌があったの、かけられるか分かんないですけど、うん、歌うかもしれない、あでも YouTube に載せられないんでさっき歌とか載せられないんで、誰かが歌う、あそうか、歌うしかないそうか、めんどくさいですね YouTube ね、著作権なんですよ。無茶振りをされたので僕が歌います、坂東源太で津軽平野さあ行くぞ、か動画でかっこいいし緊張してるから緊張しますよ、私絶対歌えない津軽平野に雪降る頃はよ、お宿を一人で出稼ぎ自宅今夜必ずお堂は帰る、土産いっぱいぶら下げてよ、やばい、寂しくなるけど慣れたやおどこれずっとただひたすら登ってみる、ひたすら行くのがもう飽きてきましたね早速早速飽きてきましたね。高山稲荷神社ってこの先にあるんで、今走ったのの2倍ぐらい行くと、2倍、うん、高山稲荷神社っていうとこ行ってちょっとお参りでもしますか、せっかくですから、分かりました、ね、
じゃあ向かってきます。はい、行きましょう行きましょう。はい